皆さん、おはようございます。斉良平です。今日はちょっと雰囲気が違うなってことなんですけども、今日はですね、ここに席が空いてるってことで、少し気になってらっしゃるんじゃないかなと思って。実はこの僕がこの期間、とある方の名前をよく出してるんですけども、お前本当に知り合いなのかっていうことで、ずっと疑われてたので、今回、またまた、スペシャルゲストの方をお呼びしてます。ちょっと僕もね、またまた緊張してますけど、開運アドバイザーの桜庭月先生です。どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは、桜庭です。よろしく。ほら見たか。桜庭です、こんにちは。はい、こんにち蔡は。先生の番組に。いやー、先生、僕は見切れてるな。見切れてます。もうちょっちょっと。とこっちましょうか。いいですね。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いやー、これちょっとドキドキですけどね。何ですか、先生、この手は。いや、おっぱいです。これちょっと。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。はい。ちょっとですね、僕は、最初、開運アドバイザー兼、その上で、桜庭先生ってやっぱり僕、イメージは断捨離なんですよ。あ、断捨離、はい、そうですね、物捨てのおじさんですからね。もう、そこからのきっかけで、先生の YouTube から知って、はい。で、今回、先生とのご縁もいただき、はい。その上でこうやって、先生から、オンラインサロンとかでお話しさせていただく機会をいただいてるんですが、はい。まず最初、ちょっと先生お聞きしたいのは、はい。先生、なんで僕に、最初に呼んでくれるようになったきっかけって何だったんですか？いや、もう僕ね、後で知ってびっくりしたんですけど、はい。あれ、誰だっけな？初め、翡翠先生かな？翡翠先生が、蔡先生の話してて、はい。なんか面白い人がいるみたいな感じで、はい。そうなんだ、みたいな感じで、あ、そんな面白いんだったら僕もね、やっぱ僕のオンラインサロンでいろんな偉人を呼んでインタビューしてるんで、はあ、じゃあその方ちょっと呼んでみたいなーなんて思ってたら、あれですね、香取さんですね。い、はいはいはい香取さんとうちの相方のジャニーさんはいは一緒に仕事してあるん仲いいですね。で、そんな関係で、蔡先生呼べますよってうちのジャニーさん言ってくれて、あ、じゃあつなげてよって言ってつなげてもらって、お会いさせていただいて、で、対談したけれども、いえ、僕、よく考えたらね、蔡先生の本、僕、読んでたんですよ。会う1年以上前でしょうかね。2年ぐらい前かな。先に読んでくれてたんですか？はい。それ今初めて知りました。はい、今、初めて言いました。なんで、なんだろう、この本みたいな感じで。なんでしょうかね。わかんないですけど、買った経緯が全く覚えてないですけども、でも、蔡先生の本は買って、僕は基本的に本読んだら誰かにあげちゃうんですよ。はい。あげちゃうけども、読み返したいなと思う本は、僕基本的に1ヶ月に1回は絶対読み返す本っていうのがあって、はい。で、それは、何冊あるのかな、今。10冊ぐらいあるんですけど、はい。それは常時家にストックしてあるんですよ。はい。で、その中に蔡先生の本があったんですよ。これ初めて知った。はい。だから今でも家に蔡先生の本ありますよ。相当嬉しいです。ありがとうございます、はい。本当だに。から先生にお会いする前に、先生の本を読んでたということですね。ありがとうございまはい、す。ありがとうございめっます。ちゃ血圧上がりました、一瞬で。はい、不思議ですね。いやー、ご縁というのは不思議ですよね。だから会う前に、先生の、ね。で、だけどあれが繋がってなかったんでね。僕がいつも読んでる本、あんまり作者とかあんまね、そうですね。あんまり意識したことあんないまです、り意僕識も。しないので、まさかね、お会いできることになるとは夢にも思わなかったですけども。前に鈴木直樹さんが出てくれて、はい。本って人と人をつなげる縁になるっていう話をされてて、いや、今また改めてそういうそうことにで気づきまして。すね。面白いですよね。いや、嬉しいではい。す。ちょっと僕、そうですね。桜庭先生とこうやってちょっとお仕事させていただけるようになって、はい。最初僕 YouTube で先生のこと知ってたので、はい。はい。YouTube 見てた時は、ちょっとですね、今こうやって見てても、多分何人かの方は怖いなっていう。でも最初のこの握りは良かったと思います。つかみですね。握りじゃなかったです。 あれは、もしかしたらバンされる可能性もありますから、ないで大す丈夫です、大丈夫で、ありましたけど、やっぱ会ってみたら、そうですね、めちゃめちゃお茶目なところたくさんあっです。ああ、て。もう僕基本的に小学生の時からほとんど変わってないので、はい。はい。もういたずら小僧ですよね、い本当に。やー、僕だから、もう LINE から始まったので、はい。最初に、
桜庭先生から LINE から始まったじゃないですか。そうですね。ずっと疑ってたので。あ、本人じゃないと。はい。で、周りの人たちで桜庭先生のことを知ってる人といらっしゃる。僕もやっぱこういう仕事やってるので、開運系とか占い系の少なかったらいらっしゃるので、はい、いや、はい、実は桜庭先生と LINE やってるんだけどって言ったら、偽物の可能性がある。だから会うまでは、はい、会うまでは、信じられませんけど、会った時には、めちゃめちゃ満面の笑みで来てたので、いや、なんかちょっと。いやいや、もうね、お会いしたかったですから、もう。いや、もう、偉大なる先生と聞いてましたんで。とんでもないです、とんでもないです。ありがたいですよ、本当に、ね。でも、せっかくなので、はい、佐久間先生には今日、ちょっと、なんか、まあ、開運的なものに関しての中で。いや、開運も。いやいやいや、蔡先生の、ね、その話してるレベルと、僕のレベルは、僕は初心、僕は開運の、どこを担当してるかというと、本当に入り口、僕の担当は入り口なんですよ。いや、入り口すごい重要ですよ。はい。だからそこをいかにエンターテインメントで、その興味なかった人たちをこっちの方に持ってくるかというのが僕の役目なんですよ。でもそれすごい重要ですね。それすごい重要ですね。はい、だからそこにお笑いを持ってきてるというのが僕の役目で。真面目な話でもなかなか来ないですから、こっちに。はい。はい。そこにね、お笑いを混ぜて。いや、もう全然いいと思う。だから桜庭先生的に見たときに、はい、開運って考えたときに、まあ何から入るのが重要かっていうのはやっぱありますか？何から重要？先生、最初の基礎としては先生の場合。これはもう、これは僕の実体験で喋れないので。もちろん全然ぜひそっちの方がいいです。僕は小林正観さんの、はい、との出会いで僕の人生を大きく変えていただいて、はい、その時僕、正観さんに人生相談したんですよ、はい。まあ仕事の話をちょっと初めてお会いした時に、仕事の話がちょっと質問した時に、仕事の話に答えてこなかったんですよね。だから僕の質問と全然趣旨が違う答えが返ってきたので、はい、頭の中クエスチョンマーク100個ぐらいあって、この人何喋ってんのかなみたいな、仕事の話じゃないじゃんみたいな。正観さんに仕事の話した時に一番初めに言われた言葉が、あなたの口から出る否定的な言葉を肯定的な言葉に変えてみたらどうですかって言われたんですよ、はい、全然質問の趣旨と違うじゃん、はい、みたいな、はいはいはい、で、なんかいろいろ喋ってるんですけど、それ仕事と結びつかないんだけどみたいな。だけど結局はもう僕、あの方はもう元祖みたいなので、はいはい、顔見ただけで、あ、この人はもうずっと愚痴ばっかり言ってる人なんだなって多分分かったんですよね。だから仕事がうまくいかないとか、その悩みを抱えてる根源はどこから来てるかというと、僕の口から出てる言葉が、マイナス言葉が仕事うまくいかなくなっているという、まあ仕事だけじゃないですよ、人生うまくいかなくなってるのは、僕の口から出るその否定的な言葉が、それを肯定的な言葉に変えない限り、この人の人生は変わらないと思って、まあアドバイスをくれたわけですよね、はい。だから僕がまず一番初めに師匠にアドバイスいただいたことは、開運するためにはどうしたらいいかではなくて、今より運を下げないことっていうのをまず教えてもらったんですよね。なるほど。今より下げないこと。そうです、そうです、そうです。だから皆さんは本当に開運するためにどうしたらいいかってことにすごい研究してるじゃないですか、はい。でも僕の持論は、僕がそうだったからなんですけども、やっぱり一番大切なことって何かっていうと、今より運気下げないことの方がよっぽど僕は大事だと思うんですよ。うん、今より運気上げることよりも、はいはい、今より下げないことの方が。だからそれを正観さんは多分僕を見ておっしゃってくれたんですよね。あ、なるほど。まあ、それが一つがマイナス言葉をなくす。そうですね。だから僕は本当に否定的なことしか言わなかったんですよ。はい、それと愚痴、悪口、文句大好きだったので、いつも言ってたんですよ。はいはい、だからもう恨み言葉とか否定的な言葉とか妬みその意味ばっかり言ってたから、はい、まずそれ直さないと仕事なんかうまくいくわけないでしょというアドバイスをいただいて、その時僕3つアドバイスもらったんですよ。はいはい。でそれはまず、はい、でそのあなたの口が出る否定的な言葉を肯定的な言葉に変えてみたらどうかってことが一つですね。それが一つ、はい、でもう一つはあなたの口からもっとありがとうという言葉を発してみたらどうですかってことですよね、はいはい、すごい衝撃的で、はい、自分あよその言われた時に、あ、自分本当にありがとうってことは言わないなと思ったんですよね。はい、ありがとうって僕全然言わなかった当時は、はいはい、うちスタッフいっぱいいましたけど、うん、なんか僕すごく嫌な社長で、はい、あんまりスタッフに対する感謝ってなかったんですよね、うん、むしろ逆に給料上げてんだからありがたく思えよみたいな、はい、なんか、はいはい、最低な人だったんですよね。だから、はい、そうだありがとうということはもっと口に発したらどうかってこと、うん、それと笑顔をもっと心がけたらいいよっていう、うん、この3つなんですよ。それいや、もう基礎ですけどすごく重要なんですよね。いや、めちゃくちゃ重要ですよね。
まあまあそこの3つですよね、はい、この3つは僕は全くできてなかったので、うん、だから言われてる最中にあそうかって、だから仕事の話とこれ今アドバイスいただいたことって全部つながってんだってことに初めて気がついて、はい、全然できてないから自分が、はい、あだから人生がうまくいってないのかと思って、なんかねハンマーでね頭を後ろから殴られたような衝撃があったんですよね。あだからかって、あだから人生うまくいかないのかと思って、うんうん、だから僕はもうあれはもう僕の中ではもう立命の瞬間ですよね、あの瞬間っていうのは、はいはい、だから僕の人生は僕の人格はあそこで180度変わったんですよね。だから僕本当聖火さんとか行った時ってもう切羽詰まってるんですよ、はい、もうどうしたらいいか分かんない、うん、で僕多分ほとんどの人がそうだと思うんですけども、運気ってバイオリズムがあるから、はい、待ってればいつかいい時が来るってずっと思ってるんですよ、はいはい、だから毎年毎年あの1月1日になるとあの神社仏閣行ってあの神様って、俺さ去年マジで本当ひどかったよ本当、はい、俺さ本当もう何年こんなこと続けたらいいのって、もう神様さ本当ひどすぎないって、もう今年こそはって言ってるけどさ、いいこと一つもないんだけどさ、今年こそは本当神様頼むよっていうのを毎年やってたんですよ。マジか、毎年やってたんですよそれ、はいはい、知らないからさ、はい、ルールを、神社の方のルール知らないから、はい、でそれを毎年やってて、でいつかは上がるだろうと思いながらやってたけど、はい、上がる兆しもないまま、うん、でそんな中でどうしたらいいのかなと思ってたどり着いたのが聖火さんだったので、うん、もう聖火さんの本読んだ時僕も衝撃的で、わかります、もうすごい衝撃的で、もうこの人に一緒ついていこうと思ったんですよね、うんうん、まあ、それで講演会に申し込んで、でまあね、あの質問させていただくことができて、まあその時に自分ができてないことを3つ言われたので、あそうか、これ直さない限り僕の人生は絶対変わらないんだなと思った時に本当切羽詰まったので、もうやらないと自分の人生変わらないんだったらもう本当に人が変わったようにやらなきゃダメだなと思って、本当にその瞬間から人格が180度変わりましたよね。いや簡単には変われないんですけどね、本当に最初の基礎ってすごく重要なんですよね。それが僕はできてないので未だに怒られたりする時があるんですけど、いや僕もできてないですよ。僕もあの会社始めた時、借金返した時、心すさみまくってたので、ファミレスで飯食ってるあの家族連れ見てもあのもうなんかこんなのなんか潰れちまいぐらいの感じで考えてるのはもうすさみまくってましたけど、また違う角度から僕は言われましたけど、はい、そうだって、聖観さんっていうのがまたすごいですよね。すごい人でしたよ。そうですよね。今となっては、うん、お弟子さんって何人いらっしゃったんですか。いや弟子は取らないので、 あの方弟子取らないので、はいはい、まあ追っかけですよね、はい、弟子にしてもらえないから仕方ないから追っかけるっていう、年間365日休むことなく講演してたので。そうですよね。だから僕は多分3年間お世話になりましたけども、初めの1年半はべったり一緒にいたので、1年半は本当にどれぐらいですかね、年間のうち3分の2ぐらい一緒にいたような感覚はありますけど、ね、その時もう会社やってたんでしょ。やってましたで、スイカさんべったりくっついて、あその時言われたんですよ、社長の仕事は何か分かりますかって言われて、はい、社長は絶対に会社行っちゃダメですって言われたんですよ。社長が行ったら迷惑でしょって言われたんですよね、はい、社長が行ったらみんな仕事できないでしょって、だから社長は会社行っちゃダメです、社長の仕事はたった一つです、従業員に給料払うこと以上、だから社長は会社行っちゃダメだよっていうのがセガさんの教育だったんで、だからあそうか会社行かなくていいんだと思ってじゃあ会社行くのやめようと思って、僕会社行くのやめたら会社の売り上げが上がったんですよ。要するに僕がいることによって会社の売り上げが 悪かったという、で僕がいなくなったら会社の売り上げが上がったという。へえ、それすごい。はい、それまた、そうか、はい、まあ、今となっては僕もあんまりこう会社に出てこれてないような時間があって、はい、たまに出たらどうしたんですかって逆に聞かれるようになっちゃったんですけども、いや俺の会社に出てきてなんでどうしたんだって聞かれますっていう感じになってたんですけど、はい、それ面白いですよね、はい、これもそうですけど、僕まだ聞いていきたいことは、先生僕最初やっぱ断捨離で当たったんですよ、先生の YouTube に、はいはいはい、断捨離との出会いっていうのは、断捨離との出会いっていうのは、まあ、これはこれも本当に面白くて、もともとは何年前、もう7年ぐらい前ですけど、仕事が年明けてから仕事、大きな仕事の依頼が3つ来たんですよ、はい、であ今年もやっぱ今年も大きいなとか思いながらいたんですね、
そしたら、なんか話を詰めていくうちに、その3つの仕事が3つもなくなっちゃったんですよ。うん。で、これはまずいと。うん。こんな正月早々、マジやばくないかみたいな感じで、行った時に師匠とこうご飯食べる機会があって、で、師匠にその相談をしたんですよね。はい、いや、実はちょっと仕事が3つ大きな仕事が舞い込んできたんですけども、って言ったら、それなくなったでしょって言われて、なんでわかるんですかって言ったら、いや、もうそろそろなんかちょっと本気出さなきゃいけないんじゃないのみたいな話になった時に、え、何をですかみたいなこと言ったら、まず家が汚いって言われたんですよ。はい。お部屋なんですよ。うん。その時ですね。はい。お部屋で、うん、まず家が汚いって言われて。で、来たことないんですよ、僕ん家なんか。うん。うん、で、物が多すぎるって言われて。確かに物めっちゃあるんですよ。で、それ、本当に人生変えたいんだったら、8割手放せって言われたんですよ。8割手放すってことは家の中の5分の4じゃないですか、はい、5分の4手放すって全部手放すと同じような感じですよ、うん、でも人生変えたんだったらそれやんなきゃいけないから45リットルのビニール袋100袋買ってで、もうとにかくそれ捨ててごらんって言われてもうやるしかないんですよね、はい、もう師匠に言われてやるしかないんでもう速攻松本清に行って45リットルのビニール袋100袋買って、はい、で家に帰るんですよ。で、その時僕マンションの3階に住んでたんですけども3回押したとき、押してエレベーター乗りながら、もうちょっとマジでスイッチ入れて、マジでやろうと思って。でも玄関、エレベーターの中からもう破いて、開けて、もう5分の4なので、選んでられないですよ。はい。もう手当たり次第に。もう全部やろうと思ったんで、もうすごい強い決意持って玄関開けて、そのまま下駄箱から始めたんですよ、靴脱がないで。はいはいはい。で、右手はブルゾーザーって師匠に教わったんで。これ名言ですね。はい。引き出し開けて、はい、ボワーって入れてたんですよ。靴を。ああ、靴重要ですね。いらない靴捨てるの。だから僕の中では本当にもうグレートリセットですよ。はいはい。僕だから僕ね、本当に冗談抜きで全部捨てたんですよ。うん。洋服から何から全部。でもなんか残したでしょ。あ、だからその時着てる服だけですよ。そんなに全部捨てたんですか？あ、全部捨てました。一気に行きましたもん。もう一気に行きましたね。だって、もう本当に中途半端って絶対変わんないんですよ。だほとんどの人がなんで人生変わんないかって、多分先生のところもね、いろんな人の人生相談来ると思いますけども、100% 振り切らない限り人生って変わらないじゃないですか。はい、中途半端な人って絶対人生変わんないので、はい。だから、僕も 100% の力で振り切ろうと思って、で、あとは、本当に、だらだらやる人いるんですよ。はい、はい。例えば今月中に終わらせようとか、はい、なんか、まあ年内に綺麗になったらいいかなみたいな。それは絶対変わらないんですよ、うん。はい。僕はもう絶対に2日以内に終わらせようと思ったんで、もうその日、帰ったの夕方だったのかな。僕、徹夜でやりましたから、朝まで。何も考えずに、もうずっとやり続けたんで。だから多分僕の、ちょっともう前すぎて、もう覚えてないんですけども、多分僕ね、24時間くらいで全部やった記憶があるんですよ。で、師匠に言われたのは、とにかく床面積広げろって言われたんですよ。はい、とにかく何も考えず床面積だけは本当に広く取れって言われてたんで、うん、だから床面積を妨げるものいらないなと思って、だから結局僕大きなもの5つ行ったんですよね。まずテレビでしょ、はい、それからテレビ台でしょ、はい、それから本棚、はい、本も全部行っちゃったんで、はい、本もブックオフに来てもらって全部やってもらったんで、はいはい、で本棚なくなってソファーなくなってベッドなくなるんですよ、うん、あと食器棚、うん、どうやって生活するんですかそれ。え、だってその時は2人暮らしだったので、はい、いらないじゃないですか。だって皿なんて極端なこと言えば、お茶碗2つあって味噌汁のお椀2つあって皿が2枚ずつあったらなんとかないじゃないですか。うん、あと全部、まあ、あと全部行きました、はいはい、あと全部行きましたね。先生今もテレビないんですか？ないですよ。なかったんです、はい、なかったんだけども今大きな家に引っ越してネットフリックス見たいので、うん、あ、はいはい、テレビ線は繋がってないんで、テレビは見れないですけども、はい、ネットフリックスは繋がって壁にかけたんで、床面積は妨げてないです。なるほど、そういうことか。はい。それだからテレビは、師匠にプレゼントしていただきましたね。まあ、今相当徹底してることは知ってましたけど、はい。そこまで。先生に僕の部屋見せたことありましたっけ？いや、まだないです。あ、ないです。話を聞いてて。ああ、僕の部屋見せますよ。僕ね、本当娘が、たまに泊まりに行くんですよ、はい、泊まりに行くんですけど、うちの娘って本当に毒舌なんですよ、はい、一回も褒められたことないんですよ、僕娘に、はいはいはい、うちの家もう結構かなり今広いんですけど、はい、来た時の開口一番、本当パパってさ
つまんない男だよねって。もう娘は基本的に僕のことダメ出ししかしないので。愛されてますね。じゃあ、はい、まあ親子の関係じゃないので。僕も最近出張が多かったら娘から、はい、あんまり出張行ってると娘辞めるぞって言われたからですね。あまあでもまだね、先生のとこまだキッズですから、はい、もううちのはもうでかいので。あ、うちの娘もう24ですから。いやそうか、はい、でもね、娘来るとね、一緒の布団で寝るんですよ。え、そうなんですか。はい、さすがに風呂は入んないですけど。まあそう。いやでも24歳で。はい。あ、外を歩くときは絶対腕組んできますね。きっと。めちゃめちゃ愛されてるじゃないですか。理想的です。それだったら俺罵られてもいいですよ、全然。あいつきっと僕のこと好きなんでしょうね。そうなんだ。あれ、家の写真がないな。先生話しててください。家の写真探しますんで。いや、もう。いや、だからもうそれを師匠に言われたんで、もうこれ0か100しかないんで、振り切るしかないなと思って、もうそれで振り切ったんですよね。で、これ面白いのは、やり終わった後に面白いことがあったわけじゃなくて、僕もスイッチ入っちゃってるから、うん、スイッチ入っちゃうと前倒しの法則でやってる最中から面白いことあるんですよね。だから結局やってる最中にメール来て一個の仕事が返ってきたんですよ。やっぱり桜庭さんお願いしますみたいな。はいはい。これでさらにスイッチ入っちゃって、やばい、師匠の言ったことマジだと思って、はい、僕もやるしかないと思って、まあ、そこでスイッチ入ったんで、まあ本当にやり続けてますけど、結局3つのうち2つ返ってきたんですよね。そうだった。あのね、これ YouTube で未だに喋ってないんですけど、僕2020年、19年だったかな、19年ぐらいの時に、はい、先生 YouTube やっても結構なりますよね。先生 YouTube だって丸3年経ちましたね。そうですよね、はい。断捨離の先生の YouTube かなんかを見て、僕もバタバタ自分の事務所の改装に入ったんですよ、はい。でも大量のゴミを捨てて、はい、で台所キッチンを捨てたんですよ、事務所の、はいはい。もうそれ使わないやと思って、はい、でテーブル捨ててもうシンプルにしたんですよ。はい、最高ですね。その年に、はい、香取さんと知り合ってるんで、僕。ああ、で香取さんと蔡先生が知り合ってなかったらこうやって知り合ってないですからね。でも今考え、そうだった。自分もものすごい断捨離をした。事務所なんかターニングポイントになる人っていますよね。あります。この人と出会ってなかったら今の自分はいないっていう、なんかそういう方っていらっしゃいますよね。でも面白いですね。坂川先生の YouTube 見て断捨離についてそこから事務所改装したんですよ、はい。で横に倉庫作って、本の倉庫を作って、全部そっちに倉庫は本でやって、はい、そこから香取さんの、結局そのつながりの桜庭先生ってすごいですね、はい。そうですね、ありがたいです。本当にありがたいですよね。びっくりです、ね。うん、本当にありがたいです。今思い出した。そうだ、なんで俺事務所改装したっけっていう話のきっかけがそこだったと思って。だからね、先生がそうやってね、香取先生とね、その仲良くなったおかげでこうやってお会いさせていただいてるんでね。はい。だからそういう、なんかそういうキーパーソンとの出会いって本当にありますよね。あります。だからそういった意味で結局ね、その香取さんと知り合ったことによって、その香取さんの後ろにいる人間関係がこうやってね、それでうちのジャニーとこう友達っていうか一緒に仕事してるのでこうつながるわけなんですけども、はいはい、やっぱりそのなんか人間って面白いですよね。だからこの人と出会ったおかげでなんかすごい上昇したみたいなのってあるんですか？あります。だから結局それって誰かわからないんですよね。うん、後になってこの人と出会ったおかげでっていうのはあるけども、出会った時って分かんないじゃないですか、はいはい。出会った時って分かんないから、どこで誰がどこでどうつながってるか分かんないから、うん、結局出会う人みんな大切にしてないといけないってことじゃないですか、はいはい。だって紹介してもらうっていうのはその人を信用してるから紹介してもらえるわけで、はい、うん、いや別にあの人マジ最悪だよと思ってたら誰も紹介してくれないので、そういった意味ではね、その出会う、毎日毎日いろんな人と出会っていく中で誰がキーパーソンか全く分かんないので、はい、だから本当に皆さん大切にしてないとどうなるか分かんないですよね。それちょっとそうですね、間違いないと思います、はいはい。だから僕そういう経験がいっぱいあるので、やっぱり出会う人が、ね、その人の後ろに誰がいるか分からないので、うんうん、で僕これ結構ね、僕の経験上、はい、結構嫌いな人ってとか先生も苦手な人とかいるじゃないですか、はいはいはい。僕の経験上ね、苦手な人の後ろにすげえ人が隠れてるんですよ。いやー、それわかります。だから苦手だと思ったら、あ、この人の後ろにすげえ人いるなと思って、あ、これはちょっとね、苦手だけどもやっぱりこうきちんとしなきゃいけないなとか思う時あるんですよね。
いや、わかります。はい。俺、顧問先の社長を決めるとき、めちゃめちゃ好きで応援したいか、もう半分が嫌いな人だから。ああ。苦手な人、嫌いじゃなくて苦手な人だから。はい。苦手な人だから、行けって師匠に言われたんですよ、ね。ああ。苦手な人から学ぶことの方が多いって言われて、はい、そうですね、くーと思って、でも今好きですね。その大好きだし、あ、この人たちからの言葉がものすごく今自分にとって重たいなって感じで、これ、相当今、ちょっとメモってくださいね、皆さん。嫌いな人の後ろにはすごい人が隠れてるっていう。いや、そうなんですよ。だから僕の経験上、本当にこいつマジ絶対許せないって思ってた人がいて、はい、でもその人の後ろにすごい人がいたおかげで僕の仕事がうまくいったっていう経験が一回あって、何でも10年以上前ですかね、はい、だからあれからもうなんかみんな大切にしないと誰が後ろにいるか分かんないなと思ったんですよね。はい。結局その人自体は嫌なやつかもしれないけど、その人間関係の中に間違っていい人とかいたりするわけですよ。はいはい。間違っていい人がいる、はい、だって悪い人って結局悪い人とネットワーク組むから、はい、いい人なんか普通にないんですけど、はい、でもたまに間違ってなんかいい人を混じってるんですよ、はい、なぜかなぜか、はいはい、でも僕はその経験がすごい自分の中で大きくて、はい、僕の会社ね、本当あの人、あの大嫌いな人の後ろにいるその人を紹介してもらえなかったら僕の会社は絶対潰れてるんですよ。絶対 100% 潰れてるんですよ。うんうん、わかります。なんか、はい、だから結局感謝すべき感謝の根源っていうのはその大嫌いなあの H さんなんですよね。だからそういう経験があるから、こう嫌いな人がいても後ろに誰いるかわかんねえからなっていうのがあるんですよね。これちょっと面白いですよね、それ本当に、はい、確かにわかります。うん、だから本当死ぬほど嫌いで騙されてたんですよ僕。うん、本当に大嫌いだったけども、で、結局そうやって紹介してもらえたので、うん、まあ本当に、ね、本当に、僕にとってはもう神様みたいな人ですよね。それちょっと。もう付き合いないですけどね。はい、だけど、はい、本当にそういうのってすごく面白くて、うん、そうやって繋げてくれるとその人親子ごめんだから勝手にいなくなっちゃうんですよね。はい、はい。だから結局あの人はご縁つなぎの人だけであって。ああ、いや、それはありますね。だからその人を邪険にしてるとこの人を紹介してもらえないっていう。はい、うん、あります、あります。はい。わかる。あのいい流れの人っていろんなところであのティーアップというか褒められてますもんね。そうです、ね、その噂をやっぱり聞くので、どんな人なんだろうっていうのもあるし、うん、っていうのは、いや、これちょっとかった面白い、これちょっと先生、これ最後です、これ、はい、最後で、はい、先生が毎日開運を意識するにあたって、はい、やってるルーティン1日1回いっぱいありすぎて、で俺もね思ったんですよ、 YouTube 見てて、先生結構いろいろやってんだろうと思ってる中で、朝起きた瞬間からありますから、朝起きた瞬間、目が起きた瞬間からあるんで、起きた瞬間ですね、はい。起きた瞬間に意識してること一つと、はい、あとはもうこれだけは絶対ってやつだけ教えて。あ、あります。朝起きた瞬間絶対笑うんですよ。え、それは鏡見てとかじゃなくて？いやいや、もう起きたパッと目が覚めた、目が開いた瞬間に笑うんですよ。それってどんな感じですか？いや、寝ぼけてますけど、絶対笑いますね。こうスマイル。そうですね。これなんでですか？一日のスタートは絶対笑顔でスタートしたいんですよ。はい、はい。笑顔でスタートして寝る前も布団入るじゃないですか、その時絶対笑うんですよ、はい、だからスタートは笑顔で始めてゴールも笑顔で終わらすっていうのが僕のルールなんですよ。これいいですね、はい、笑顔ですね、はい、こんなの1円もかかんないし誰にも迷惑かかんないし、ね、うん、昔は僕爆笑してたんですよ。理由もなくですか？はい、はい、で1日のスタートは爆笑でスタートして寝る前も爆笑っていうふうにやってたんだけども、なんか知らないうちにやめちゃってましたね。ああ。まあでも素直に笑う、普通に笑顔っていうのは続きそうですよね。いや、絶対続きますね。爆笑、今僕家で爆笑してたら家族みんな心配しますよね。そうですね。え、でもね、僕本当にその清官さんのとこにお世話になった時に本当に僕師匠清官さんにね、はい、清官さんの言われることを実践し続けたら僕の運気っていつ上がってくるんですかって聞いたことあるんですよ、はい、そしたら3年って言われたんですよ。うん、3年ですかって、3年かかるんですかって言ったんですよね。だから結局今いいことしてもそれが実際に自分のところに降りかかってくるのは3年後って言われたんで、これだから、うん、だから僕はその時35歳だったので、あ、自分は38歳になるまで運気変わんないんだと思ってすぐ愕然としたことあるんですよ。で実際3年だったんですか？いや、3週間です。俺もなんかそれは分かります、はい、俺もトイレ掃除最初3年って言われたんですよ、はい、でも7ヶ月後に自分の店のオーナーになったんで、あー、だから面白いですよね。いや、そうですよね、はい、まあ、でも3年っての意識するのはいいですよね。え、だからでも今辞めたら
3年後も何も今のままかと思ったんですよね。あ、そうですね。うん、だからもう切羽詰まってるからやり続けるしかないんですよね。はい、だから僕ね、本当にその笑顔っていうのはすごく素晴らしい。で、まず全然関係ない人から、僕その時に本当なんか運気なんとかしたくて、会う人会う人、だからすごくこの人すげえなと思う人いたら、ずっとインタビューしたんですよ。はい、どうしたら運気って上げられますかって。でも一番運気上げられる方法なんですかって聞いた中で、あの一人のあのおじさんが、爆笑することだよって言われたんですよ。うん、笑うことには福来たるだから、とにかく笑うことだって言われたから、あ、わかりました。それだったらもうお金もかかんないし、ちょっとやってみますって言って自分の中でルール決めて、当時僕ずっと1日3時間くらい車運転したんですよね。はい、1日3時間くらい車運転したから、赤信号止まるじゃないですか。自分の中のルールとして赤信号だったら絶対爆笑しようってルール決めてたんですよ。それちょっと面白い。赤信号で笑う。赤信号で止まったら絶対爆笑しようっていうルール。で、はい、青信号になったら普通に戻って。だから、面白いから笑うんじゃなくて、笑うから面白い人生になるっていうのが僕の中にあったから、はい、実践したんですよ。あれ結構長いことやりましたね。笑ってるから服も来るし、運も流れが良くなるからですね。そうです、そうです。だから僕の中の一番のエクスタシー感じるのは何かというと、結構赤信号で先頭で止まるときあるじゃないですか。はい、でその時に絶対にその、 向こうの赤信号の前で止まってる人に指さして笑われることが僕のエクスタシーです。もう先生これ失礼かもしれないけど、先生の今回こういろいろと去年ぐらいから話してて、先生時々ちょっと思うところは、はい、結構変態の域に達してるとこ結構ありますよね。あ、だからそれだけ切羽詰まってたんですよ。それだけ人生を早く、1秒でも早く、だって師匠に3年って言われたけど、3年もこんなの待ってらんないよと、はいはい、俺は1秒でも早く開運してんだよっていうのがあったので、はいはい、突き抜けるしかなかったんですよ、はい、突き抜けた結果3週間で人生が全く180度変わっちゃったんですよ。だから突き抜けたら誰でも絶対変わるんですよ、はい、みんな突き抜けないから変わらないんですよ、はい、あ、それは絶対重要ですね、はい、わ、はい、かります。だからすれ違う、その爆笑してるじゃないですか、はい、もう僕手叩いて笑うんで、はい、で手叩いてもうだって隣に誰か座ってるわけじゃないし一人で運転してるから、女の子がこうやって爆笑してるじゃないですか、そうすると絶対にその対向車の、ね、先頭で待ってる人が例えば隣にいるとしてじゃないですか、そうすると絶対にどっちかが気がつくんですよ、はい、もう気がつかれたいからやってるんですけど、まあ、そうすると絶対に何やってっていう。何あの人って。想像する。それで、ほんで、青信号になったら何もなく運転するじゃないですか。その時すれ違う時に絶対、っていう、これが僕のエクスタシーだったんですよ。いや、それちょっと面白いですね。いや、だから、これ結構僕、当時は提唱してて、やってた人が多かったんですよ、当時は。ちょっと福岡で入らせます、じゃん。いや、絶対これね、絶対面白いことあるんですよ。だからなんで、だって結局自分が宇宙に何を投げかけるかじゃないですか、うん、結局だって自分の感情って宇宙とつながってるから、不機嫌でいるのか機嫌よくいるのかってすごい大きなところだと思うんですよ、うん、いつも不機嫌な人って不機嫌を投げかけるから不機嫌なことが降りかかってくるだけであって、だったら自分がご機嫌を投げかけて、しかも爆笑っていうすごいエネルギー高いじゃないですか、笑いってエネルギー高いじゃないですか、はいはい、その中でも爆笑って最上級だと思うんですよ、はい、ね、こんなお腹よじれてもう爆笑するって、だからそれを車の中で演出したんですよね。でもね、実際それやってたらね、本当に笑わせてもらうことがたくさんありましたよ。いや、これすごいことですよ先生。いや、わかんないですけど、いや、まあ、超シンプルだからこそ難しいんですけど、まあ僕アホなんでできたと思うんですけど、いや、これちょっと相当重要。そうか先生、こういうところから。じゃあもう一つ、はい、のやつ、一日の中でこれだけはっていう絶対的なルーティン。いや、もう絶対トイレ掃除ですね。ああ、やっぱ、ほら、これは絶対なんですよね。もう、これは、そう、先生、断捨離トイレ掃除ですね。なんか、運気上げたいっていう人の中で、僕、トイレ掃除しない人って、僕の中ではもう論外で、マジで論外で、トイレ掃除してなくて運気上げたいって言ってることが、ちょっと僕の中でちょっともう理解ができない。はい、はい。何言ってるんですかみたいな。運気上げたいのにトイレ掃除してないんですか、はいはいはい、だからなんか基礎で僕の中ではもうマストなんですよ、はい、トイレ掃除というのは、うん、だからそれをしてないでなんか運気上げたいんですとか人生変えたいんですとか言われても、ああそうなん、じゃあ頑張ってくださいねとしか言いようがないですよね。これやっぱ絶対的、もう一番最初の宿題がトイレ掃除だったので、はい、そんなんで変わるかと思う。あ、僕もだからそのトイレ掃除はね、まあ別に僕の師匠も素手でやりなさいなんてことは一言も言ってないですけども、まあ
で、素手でトイレ掃除すると臨時収入の丸が1個増えるって言われたんで、はい、本当かなそれと思って、まあやり始めましたけどね。でもあそこに手突っ込めるようになったの僕は3ヶ月かかったので。そうなんですね。3ヶ月かかりましたね、手突っ込めるまで。その辺俺結構すぐ行けた可能性がありますね。はい、ガツガツ行ってて。僕はそこだけはね、すごいなんかちょっと何回もチャレンジしましたけど、だってあの水に触れた瞬間にもう全身もう病気ですよ、なんかもう、ね、入れた瞬間もその体中に毒が回るイメージですよ。できなかったですけどもね。いやそれすごい重要だな。これちょっと今回かなり神回ですけども、ちょっと僕が前からお聞きしたかったことをちょっと聞かせていただいて、はい、結構いい時間。俺ちょっと今ここにいて佐久間先生がこんなに、いつもすいません、なんか YouTube で言ってるジャニーさんとの絡みのイメージで言ってたので、はいはい、今めちゃめちゃ、ね、あの熱が、あのあったかいやつがめっちゃ来てます今ここ。いや、こんなに一生懸命喋ってくれるって思ってなかったので、うん、なんかちょっとだけ本当5分10分でいいのでっていうお願いだったけど、これやっぱ佐川先生の人柄が出た回になったなと思って、これどっかでまた続編撮らせてください、はい、あの今度あの視聴者さんに質問を聞いてもらえるようにしますので、はい、ちょっと今度またあの今回これが先生これはちょっとじゃあこれで、あの、はい、ぜひまたあの先生に出ていただきたいなと思いますので、またよろしくお願いします。今日も動画ありがとうございました。